皆さんこんにちは、プラケです。ペコル生後116日目、プラケのレオパ育児日記やっていきたいと思います。で、今日はサクッとペコルさんだけ餌をあげていきたいと思います。この間ね、一昨日ですか、2匹しか食べなかったんでね、今日はちょっとちゃんと3匹食べてもらいたいな。はいよ。はい、どうぞ。ちゃんと見えてる？ OK。 今日もコオロギがね、鳴いてるんですよ。本当相変わらず。なんか昼間とか全然鳴かないのにね、もう夜来るとね、もう我が物顔でリンリン鳴いてるんですよね。もう果たして何を食べて生きてるんでしょうか、このコオロギは。もうよくもまあこんなね、何にもないとこで生きてますよね。もう片や生きてるね、餌をキープしようとするとね、わらわらと死んでいってしまうコオロギがいるのに、何にも餌やってないのにコオロギが生きてるの不思議でしょうがないですね。すごいね。はい、3匹食べました。最後はシェルターに戻っちゃいましたね。はい、ではね、体重を測っていきたいと思います。あれ、切れちゃってる。ごめん、ピコルさん、ごめん。なんか、37g ですね。はい、というわけで、生後116日目のペコルさんはコオロギ3匹で100じゃない。はい、では生後116日目のペコルさんはコオロギ3匹で 37g という結果でした。ではまた。バイバイ。